ごご紹介いいたたただきままししベッカーです岡部先生どううもありがとうございました私がこの高いところから皆さんに向かって末期患者をこうしろ、愛しろなんていうつもりは全くございません末期患者にいろんな方がいらしていろんな難しいケースもありますし一般化が極めて難しい愛しろ、こうしろという応用よりはむしろ一つの考え方を少し あの無意識のうちにでも導入できれば少し変わってくる側面があるかと思ってこの題を提唱させてもらってますが、えー、まあだいたいその114ページのレジュメに従って参りたいと思います。臨時体験という言葉自体はまだ高知県には定着してないようですが、実は。 アメリカでは30年前のベトナム戦争あたりから初めて研究されましてそしてこの日本ではむしろ1 4 5年ぐらい前から私や橘が初めてこの法を研究しだしたんです。 今日のような日のでしたね、11月の18日に薄暗い雨が降っている夕方4時ごろこの南のつくば市の方で登くろ郎く君という中学生がスクールバスを降りたところ反対車線を走っている80キロぐらい出している車に跳ね飛ばされてあんまりにも強く頭を地面に打ってしまったがために。 もう頭蓋骨より頭脳が半分ぐらい出てしまった膨らんでしまった様子でした拓郎君がいくつかの病院に運ばれながらもいずれもダメです危篤ですもう受け付けないというところで最終的につくば記念病院にたどり,たどり着いた時に偉いとされる医師たちがみんな会議中で若い鮎沢君だけが、えー、治療に当たっちゃって引き受けたんですその後四十九日間 のぼり君が生徒1人の間際をさまよって50日目に終わりに戻ったんですそしてまた人工呼吸器をつけてるもんですから言葉はできないんですが、えー、身振り手振りで書きたいということを示したら、えー、汚い中学生の鉛筆書きで30ページぐらいにわたるノートを書きつるしてそして、えー、同じつくで研究してる私を呼び寄せてこの臨死体験を仕上げたんですねでそこで皆さんにこれを見せたいと思ってあのモンタージュ技術ってご存知ですか えー、例えば犯罪現場であなたが犯罪者を目撃,だ目撃したとしますと、えー、警察の技術を持っている人に顔を描いてもらいますいやいや、死体がもっと、えー、長かったとか鼻がもっと高かったとか眉毛がもっと怖かったとか言って、えー、描いては消し、描いては消しやっとあこれぞ、犯人というまでに描き直してもらう技術を、えー 小柳綾という画家に使ってもらってこのエリザベス・キブル・ブ・ロースのシリーズの死の瞬間のメッセージに書かせていただいたんです。でこの臨死体験のごく典型的な一例としてまずご覧いただきたいんですがスライドお願いしますスライドの1まず、のぼりくんが自分の体より浮き上がっているような対外離脱的な経験をしたといいます。 えー、本当の体がまだ地面の上に出血しながら残っているんですが別の体が浮き上がっているというんですはいい次お願いしますそして自分がつらい、暗い、冷たいトンネルのような洞窟のようなところに置かれてそこにあまり痛くないとも言うんですが彼方より光が見えるのでそこの方向へと進んでいってみましたはい次お願いします。そこで川に出会って 日本の多くは三途川というような横渡るような川を見るんですが、のぼり君はその川に白い着物を着ている老人、右前にしている老人がいまして、無言でこの船にどうぞと言われた感じで船に乗って、そして小木棒でその川を登ったというんです、はい、次お願いします。登ったらもうこの絵を いくら小柳さんに描き直してもらってもなかなかこう満足してもらえない要するにあの世の色をとてもこの世の絵の具では描ききれない美しい花園と地平線まで行く並木があってでのぼりくんが自分でその道を歩み出したというんですはい次お願いしますそこである老人が現れてお前は貴族かと言うんですちなみにのぼりくんのお父様のお名前は さのぶりくんがうん、うん、気さくちゃうと返事したらまさかお前はあの噂のタコロくんじゃないやろうなという感じで、うん、タコロですと言ったら帰れ帰れタコロ帰れお前のいる場所とちゃおうとおじいさんが大怒りで追い出そうとするんですところがタコロくんがあの冷たいホラーに戻りたくないのでつい並木の裏にとか花の中で だととかでででれんんぼみたいに身を隠そうとするんですでまたじいちゃんがやってきて「タコロくん帰れ!」と言ってその繰り返しですがやがて仕方がないしに洞窟に戻るんです冷たいところに戻るんです次お願いしますこれが3回も繰り返されますが実は四十九日間タコロくんが死んだとあるいは死ぬ寸前と思われた時は3回ほどあったんです3回目には彼が今度その 地平線までの並木をずっと最後まで行ったらろうそくの森に出会ったというんですで自分のろうそくはもう今にも消えんばかりの消えそうなところだったと拓郎君が言うんですそして次お願いしますいろんな死者に囲まれてすでに白の着物に着替えている人とまた自分のようにまだ制服を着たままのものと囲まれて一人一人が今度列に並べられ、えー、はい次お願いします 自分の番を待っているって言うんですでそこで、えー、門党番頭の歴史のようなちょっとピント、はいえー、仏教のお,お寺の門を、えー、守ってるような人に「はい、お前は明るい門にお前は暗い門に」というふうに次々と言われてそ,こそれぞれの門にその死者たちが姿を消していくと拓郎君が覚えてる。 でタクロ君がもう自分の番になるかと思うと、拓郎君、拓郎君、死なないで、拓郎君と声が聞こえて、はい、次お願いします。自分の家族の顔をいろいろ見られたと言うんです、お父さんの貴作さんは願かけでひげを生やして、またおじいちゃん、おばあちゃんなどはみんな周りで名前を呼んでいると言うんですで。そこで目を覚まして一時 我に戻った50日目なんですが、一つだけ順番を間違えたんですが、最後お願いします。自分の人生を走馬灯のように振り返ってみられたところもありました。自分の生まれたおばあちゃんに抱かれた時や、動物と遊んだ時や、学校で卒業した時や、叱られた時いろんなことを思い出させられたというんです。 みんなに支えられているということを感じられたんですだそうです。はい、スライドは以上です。上の光お願いしますこういう体験は、実は何も新しい病院だけの体験ではなく、世界中で一番豊富にこういうような体験を書き残されているのはこの日本です。私もアメリカの 国際臨時体験研究会を設立した後、なぜ日本まで来るかというと、日本にはそういう記録が平安庁からずっと大正時代ぐらいまでにいっぱい、特に地方には多いからでありまして、これがいい研究対象になると思ったからです。ところが、文献上そういう研究がいっぱい、研究というか観察記録がいっぱいあるものの、病院はとても協力してくれないんです。 自分が死んでる、あるいは死なんばかりと思われてる、あるいは末期だというときに、こういう高い体験、臨死体験などをしている方が多いはずなんですが、話したがらない、気違いに思われたくない、医師に疑われたくない、などなどで最近まではあんまり口に出せなかったんです。そうななると、患者も孤独になり、 で我々、医療側に携わるものとしてもどう扱っていいか分からないともだを感じますで今日の発表の中でちょっとこの臨死体験をまず実際にこれを持ってあの世を証明したなんていうつもりはないです誤解しないであくまでこの体験は本人にとって非常に大事な体験であることをお理解いただきたいそれが恋愛のようなあるいは希望や夢を持つような体験であってそれはみんなに いい散らかすわけではない。でも心の支えとなるような体験とはなり得ます。